安土メカブ昆布です。ですね、すいません、今回はちょっと車から離れます。まあ、車から離れるって言っても、以前まあ動画で少しだけ紹介したと思うんですけど、このピラーの部分、まあ、自分で塗装したんですね。ラップ塗装を施したんですが、まあ他のちょっとね場所にも、やってみようかなっていうことで、まあ、感覚を取り戻すために練習をしてみました。まあ、今回はラップ塗装に限らずね、挑戦というか、まあ、実験的な意味で塗装をやってみたので、今回はそちらの方をお届けしたいと思います。まあ、今回もちょっと短いと思いますが、動画の方どうぞ。はい、ということで今回は、まあ、塗装の練習と実験的な、まあ、塗装をしてみたということなんですけど、まあ100均のね iPhone カバーを実験台にして今回はやったんですけど、まあ若干ミスはあったものの、まあ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 、まあ、久々にしてはまあいい出来だったのかなというふうに思ってます。で、あの iPhone カバー MAX 用なんですが、私が持ってる iPhone は XS です。